今回はですね、インターネットでとんでもなく恐ろしいサイトを見つけました。まずね、スマホから入って、www.ghostlaborosantos.com このサイトに行くとね、とんでもなかったです。行ってみましょう。今まで見たことないですね、このサイトは。心霊スポット、ゴーストスポット、絶対に行ってはいけない。心霊現象研究ラボ。このサイトではロスサントス各地から寄せられた心霊スポットを紹介しています。ロスサントス心霊現象報告サイト。この世には幽霊や異常現象を信じない人たちもいる。そんなの嘘っぱちだと。だが実際には確実に存在しているのだ。このサイトには毎日山のように報告が送られてくる。我々はその心霊現象を一つ一つ精査し、時には実際に現地に赴くなどしてその事実を確認している。現に我々は仲間を一人失っている。彼は深夜になると岩の上に女性の幽霊が現れるという心霊現象を確かめるためにブレイン群のゴルト山に向かった。1時間ほどした後、彼から幽霊が本当に見えるという興奮した声で電話がかかってきた。だが電波の状態が悪くなり電話が切れてしまった。何度電話にコールしても出ることがなかった。心配になった我々はすぐに保安官事務所に連絡をし、ヘリコプターでの捜索が開始されることになった。ついには夜が明け、朝になった頃だろうか、保安官から転落死した遺体を発見したとの報告が来た。ちょっとね、それよりね、この下の方なんですよ。この公園っていうところがね、結構僕は初めて知ったんですけど、バインウッドヒルズ高級住宅街ノースシェルダンアベニューにある公園をご存知だろうか。その公園は3つの電灯が等間隔にある芝生エリア、東側には子供の遊具、北側にはピクニックテーブルが置かれている。平日にもかかわらず昼間にはたくさんのペット連れが訪れ、そして芝生の上で日光浴をしながらピクニックを楽しむ人たちがいる。ほのぼのとした場所である。だが絶対に夜中の12時には行ってはならない。1985年4月20日、公園で悲劇が起きた。連続無差別殺人として、全国指名手配中のリッカー・シャンクソン容疑者24歳に似た不審者を公園で見かけたという通報があり、警官が駆けつけたが、そこにはもう不審者らしき人物は誰もいなかった。その夜、念のために夜間パトロールを実施することになり、夜間外出は控えるようにと警察はバインウッドヒルズの住民に注意をした。だが旅行でリバティシティから来たシャーロット・ホックス31歳と彼の妻ウィリアム・ケイシー26歳はそのことを知らない。午後11時に到着したばかりの夫妻はタクシーを拾い、憧れのバインウッドヒルズを一目見ようと真夜中だが行くことにした。公園に着いた二人はベンチに座り、空港で買ってきたサンドイッチを食べ始めた。妻のお腹には子供がいた。夫は事業に成功したらこのバインウッドに家を買ってやると妻に話していた。その時だった。後ろから笑い声が聞こえた。驚いて逃げ出そうと思った二人だが遅かった。夫はその場で銃で脳天を撃ち抜かれ死亡した。妻の方は遊具の方まで走ったが、腕をつかまれ銃で殴り殺されてしまう。銃声を聞きつけ夜間パトロール中のパトカーが駆けつけたが、すでに二人は死んでいた。警官たちはその場から逃走 しようとしている男を逮捕した。そいつは連続殺人事件で全国指名手配中のリッカー・シャンクソン容疑者だった。それ以来深夜12時に公園に行くと地面に倒れた女の幽霊と遊具で遊ぶ男の幽霊が目撃されるようになった。それを見た多くのは、その後精神を病んでしまっている。これ、なんか、研究員募集中みたいだね。心霊現象研究ラボ。研究解析処理。大学卒業。全学科、サンディ・ショーズで。完全週休2日制。なかなかいいんじゃないでしょうか。我々の目的はただ一つ。この世の神羅万象、すべての現象を解明すること。皆さんもぜひこの www.ghostlaborosantos.com にアクセスして読んでみてください。さて公園に着いたぞ。
サノクさん、ちょっと怖いからさ、先行って。先。すげえ怖いんですけど。めっちゃ怖いんで。ここに倒れてる人が、これは幽霊か？銃持ってるんだ。もういつでも撃てるようにし。あ、幽霊が出てる。幽霊いる。やべえ。幽霊いる、幽霊いる。怖い。やべえだろ、これ。やばい。めっちゃ発砲してる。幽霊が。やべえ。怖い。やべえ。これはやばい。オーバーキルしすぎやろ。まずい。めっちゃ燃えてる。ああ、ここにもなんか、滑り台の上に幽霊がいる。お、子供の幽霊かこれ。子供の幽霊っぽいね。あ、消えた。あ、消えた。意味わかんないんですけど。謎すぎる。成仏したんかな？成仏したのか？今のね。お、なんか、崖っぽくなってんな、ここ。崖っぽくなってる。あ、後ろにいた。今一瞬、後ろに幽霊いた。マジか。見てなかった。あの、木の陰にいた。もう絶対嘘やろ。いや、マジでいた。こっちの方がホラーっていうね。怖い。真夜中の公園でミニガンを。恐ろしい。あの、僕ね、数発撃たれたからね、3発。マジか、ごめんね。多分ぴったし12時じゃないと出てこないんじゃないかなと思うんだけど。ああ、ちょっと待って、びっくり、なんか足跡みたいなある。足跡ある。ほんとだ。え、めっちゃ足跡あるじゃん。皆さんもぜひね、ウェブサイトを読んで、そしてここに来て、幽霊を実際に見てほしいなと思います。12時ぴったしにね、この辺で出てきますんで。12時ぴったしに行くと見れるみたいね。子供の見れると。GTA 5に子供がいたっていうのが驚き。そうだね、確かに。そこ一番驚き。子供の遊具ってここしかないんだよね、GTA 5の中では。しかも実際遊んでるわけじゃもないしね、ここしかないっていう、ここしかない。